皆さんは最後に夜空を見上げたのがいつだったか覚えていますか？目の前に見えているのは今日の夜9時。ちょうど今、皆さんの頭上に広がっている星空です。南の夜空の頭上に大きな羽ばたく姿を見せているのが鷲座です。皆さんの頭上、天頂から皆さんの拳3個くらい南側に見えている明るい一等星を従えた星座です。その一等星の名前アルタイルはアラビア語で飛翔する鷲という意味を持つ言葉です。そう、あの七夕伝説に出てくる彦星としても有名な星です。今日ご紹介した星座をはじめ、様々な星たちに出会える星空の世界。今日はどんな星たちと出会えるのでしょうか。オンラインプラネタリウム、始まります。